疲れ様です。オートバイバラエティアンドライド、ワイツファクトリーのアンドライドなお時間になっております。さあ P さん、今日はアンドライドなお話を、はい、アンドライドのお話って何かね。なんかそもそも俺アンドライドなんて口走り始めたのってね、あんまりほら、マッドマックスみたいなさ、バイクジャンキーみたいな人たち、まあそれもアンドライドなんだけど、もうちょっとさ、ゆるく、うん、そういうなんかこうバイクのね、バイクちょっと興味ある人たちの合言葉になったらいいなと思って、ちょっと頑張っていきたいなと思ってるんだけど、はい、アンドライド、うん、まあ本当アンドライドは流行らせていきたいなと思っておりますよ。まあ、なかなかで、うちの動画見ててもらってもさ、協賛してくれる、なんていうかな、まあ、やっぱ言ったら結構なガチなスキル持った黒帯の人なんかも、いいねアンドライドって言ってくれてるわけ、はいはい、意外だったのよ。そんな、なんかミーハーチックな、そんな緩いワード、そんな意味じゃダメだみたいなご批判があるのかなと思ったら、意外なほどね、結構なレベルの黒帯の方々が、まあ言ったら本当すごいよ。地元に帰ったらなんかもうね、オートバイの相談を受けるようなこう宗教の総本山みたいな人たちが、はい、あ、いいじゃないって言ってくれるから、あ、なるほどねと。だからもうみんなさ、厳しいのもう嫌なんじゃない、時代的にね。俺も昔ほらオートバイのレースの世界に首突っ込んだ時に、結構厳しい感じでね、教育を受けて、予選落ちたら坊主とかさ、厳しい、なんなんとか思ってたけど、今では考えられないね。そう、スパナで頭引っ叩かれたりとかさ、そんな厳しい時代ね、今ね、そんなことしたらすぐ事件でしょ、もう逮捕です、ね、だからもうアンドライドってキーワードはね、本当今乗ってない人でも使えるような、そういう優しいキーワード、あれ P さん、はい、ちょっと部屋の中ちょっと暑くないですか。そうですね、ちょっと温度上がってますよ ね、 ちょっと今日、あ、でも、上がってる、飲んでるからかな、うん、いや俺だからちょっと暑いな、今一枚脱いだから、うん、暑い、あ、そうだね、パサ、そんな暑くね、あ、そうだね、でも、だから、そっか、でも通りで暑いと思った、うん、これ着てるからかな、ザリン、熱い、熱い、ちょっと待って、んちょっと待って、ちょっと待った、うんうん、何それ、ん、あの T シャツ、え、何それ、アンドライドの T シャツ届きました、マジか、どうですか、え、どうですか、アンドライドな感じ、あーって全く気がつかなかったですけどね。いやいや、ご協賛いただきましたアンドライドの方で A&M ガレージさん、ほんとうちの仲間さんでございますけどね。いや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 、まあ本当にこれね、もうくれたんか、これアンドライドって書いてあります。あれいつだっけ、一昨日かな、届けて、届いて、小包がびっくりしましたね、本当にね。まあ確かに、まあ水面下では動いてたこととはいえ、まあ私もね、事前にどんなものが届くかとかは全くわからない状態でしたんで、はいはいはい、いや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 、どうもありがとうございます。このようにアンドライドというキーワードを流行らせるためにこうご協賛いただきましてですね、なんかな、このデザインちょっとね、僕お電話でやり取りさせてもらったんですけど、このデザインが、まあ、なんていうかこう4メーカーのねイメージカラーみたいなのを使ったデザインが含まれてるらしいんですよね。なるほど、まあ、やっぱりアンドライドってキーワードは別にね、僕が鈴木のエコ引きとかの、うん、ではなくてね、うん、それを超えるねお話なので、うん、4メーカー、まあ4メーカーと言わずね、もうなんだったらもうハーレーとかドカティのお話もしたいんですけど、まあ僕は全然詳しくないのでね、そういう話はできないんですけど、本当もうバイクに興味ある人のキーワードになっていったらいいなと。でね、A&M ガレージさんもこう応援してくれるっていうことで、これはね、いや P さんそんなん言ってる場合じゃないですよ、僕の分を送ってくれて、で P さんの俺の P さんの分も、もそうだから2枚送られてきてます、 T シャツが、ありがとうございます。A&M ガレージさんが1枚自分でお持ちだということなので、あ、世界に現存するのが3枚だけというすごくないですか、世界中に3枚だけの T シャツ、まあすごく、まあ勝手に作っちゃえばそうなるんだけどねいやいやいや、もう感動しきりですよ、素敵、うん、本当
これなでもなもう毎日別に仕事できるわけにもいかないしな、ほんとなすぐダメになっちゃうからな。それはあの、うん、ほら、うん、なんだ絵文掛けじゃねえ、うん、絵文掛け古いね、あの絵文掛け、まあ、ハンガー的なやつね、うん、ハンガーにかけて、うん、ね、もうお客さんの、まあ、うん、目に見えるとこに、そうなんですね、うん、であのアンドロイドをやるときはなるべく着るようにとか、あのここへぶら下げたりとか ね、 ちょっとやっぱりこのね、あのやっぱりこの制作主さんとしたらこの言葉をちょっとこう広めていただきたいということで作っていただいて、いやかっこいいですよ、うんうん、いい、僕的にはだってあの皆さん勝手にやってくださいねって言ってる話なので、うん、ね、この間もお話ししたけどタトゥー入れてもらったらいいじゃないですか首筋なんか入れたらかっこいいと思うよアンドロイドとかね、うん、だからそうもうね、だから言ったらステッカーだっていいじゃないですか。ちょっと器用な人がアンドロイドって切り抜いてもらって、あのバイクのフロントフォークのアウターチューブにでも貼っといてもらう、うん、ほらあなたもアンドロイドですか、僕のアンドロイドこんな感じですけどあなたのはみたいな、うん、そういう感じで流行ってったらいいなと思ってるんですけど、いやいやいや、いやびっくりした、ね、だからなんだったらここ漢字でもいいと思うんですよ、アンドライド、ね、アンドライド、ね、ドア、まあ、怒る怒るみたいな、まあ、暴走族みたいになっちゃうからね、アンドライドね、極楽浄土とかね意味が分かんない、もう訳分かんない、4文字熟語になってるじゃないですかもう。で、A&M ガレージさん本当ありがとうございます、この度ね協賛いただきまして、いやーね、本当、うん、お荷物をいただいた中にね直筆のお手紙なんかもいただいて、はい、まあ、ちょっと読ませていただいて、どういう感じで、こういう T シャツの作成に至ったかみたいなお話もちょっと書いてあったんですよ。本当にもうねなかなか感動しない僕がね感動しました。あ、昔神さんにお前はデビルマンだマジンガー Z だって言われたこの僕が、はい、感動しましたね。お前には赤い血は流れていないって昔言われたこの僕が感動しました。デビルマンだ、なんだ、アミバだ、マジンガー Z だ、最近はアミバだと言われてるんですそんな僕が感動しましたよ、もうほんとねありがとうございます。これでアンドライド絶対全国区にしてみせますよ、絶対お住まいのところまで届くぐらいまで ね、 そうですね、まあ、ちょっと今どこにお住まいか申し上げられないですけど、はいはいはい、そうですね、まあ、ざっくり A&M ガレージさんがどの辺に住んでるかって言ったらね、ちょっとね、まあ、ちょっとお話はできないですけど ね、 ね、はい、うん、ね、いやすごいね、本当にもう僕ちょっとね今ね、ルンルンでございますよ、はい、まあ、だから Android の方はちょっとこれをねフラッグに掲げて、うん、ちょっとこれから、そういう活動をやっていきたいなと思っておりますので、はい、皆さん、あれですよ、お仲間さん、じゃんじゃん参加してくださいね、よろしくお願いします。